ザ・テッパデリアム、ローレンス・アルマ・タデマが、テッピダリウムは、古代ローマの公衆浴場にあった、ビヨン浴室。床暖房システムの一種である、ハイポコーストで熱していた。テッピダリウムは、床や壁に接する部分から人体に熱がほどよく、伝わることを特徴とする。ポンペイには興味深いテッピダリウムの例がある。半円形の筒型ボールトで覆われ、レリーフや、化粧漆喰で装飾され、 男像中でそれぞれ区切られた休憩できる壁画が周囲の壁に並んでいる。ローマの公衆浴場ではテピダリウムはその中心の大ホールとなっていて、そこから他のグループ化されたホールに出入りするようになっていた。入浴者はまずテピダリウムに入り、そこから高温浴室や霊室へと向かったと思われる。テピダリウムは大理石やモザイクで豪華に飾られていた。 高窓から再興し、貴重な芸術品を飾っていた。1546年、パウルス三世の命による発掘で、カラカラ浴場から、ファルネーゼのヘイラクレースなどの彫像を、現在バチカンにある緑色の玄武岩でできた石棺、その他多数の宝物が見つかり、バチカンやナポリの博物館に移された。ありがとうございます。